霊昌院霊昌院法暦11年10月5日は佐賀藩主鍋島主家持ちの性質。仙台藩主立昌村の長女で母は徳川義宗の幼女、トネ姫。名は源の美女、厚子。陰号は霊昌院。改名は青岩、恵ぐ清。原文4年に江戸あたご下にある仙台藩中屋敷のトネ姫御主殿で出生した。 炎鏡2年うるう12月母のト姫を6歳で失う。また、法暦6年5月、18歳の時に父の宗村も死去した。寛炎3年7月、鍋島主家持と婚約。法暦8年9月、結婚した。法暦11年10月5日に、源丸を出産するが、即日死去した。去年23。 遺骨は火葬の後に、佐賀藩江戸藩邸近くの県宗寺と佐賀、木の国高の山に分骨される。ただのサネカズラの昔話には、母を早くに亡くした源の姫を愛育する祖父、吉村の姿が描かれている。ご主殿様の中にただご一人のお姫様いらせられしが、死山様お孫なり。早く、ご主殿様は、隠れたまえしゆえ、おじ様ご秘蔵を遊ばされ。 自分かぬお楽しみなりしとなりとあり、源の姫に田植えを見せようと、大百姓の家に出向き、目の前で田植えを行わせたという。ありがとうございます。